こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、スターフォースボケットやっていきたいと思います。ラッキーバードシー当たりました。さてですね、今回はそう有馬記念に挑戦ですね。これが終わったら、WBC に行きたいと思います、残りが2週ですね。人参調子回復をしないといけません。ありがとうございます。500枚あたりいただきましたね。元気ですね。成長促進か。馬体重挑戦を文句なし。さあ今回の有馬記念ですが、誰が出てくるんでしょうね。オルフェーブル、遠心フラッシュ、それからブエナビスタ、この辺りは強いですよね。アーネストリーも何か用ですか。レース行ってみましょう。すごいな。ただいまより投票。このメンバーで 1.2 倍です。ほんとかいなって言いたくなりますけど、それだけ実力が認められてるっていうことなんでしょうね。おー、反対側から見た景色ですが、本当に顔に貫禄があるっていう感じですよね。牝馬で500キロを超えてる大型馬ですよ、超。はい、全部20丸ついてます。まあ、これ問題は追い込みなんで、前が止まらない馬場に見えるんですよね。それでちゃんと前止まってくれるのか、っていうことですね。これがライバル、オルフェーブル、池添健一騎乗ですね。金の縦髪がすごい綺麗です。また、3歳ということもあり、筋量も、有利ですね。あれ、有馬記念ってバレーなんで、もっと3歳は筋量低くなるんだけど、今の有馬記念って定量なんかな。まあいいや。2着1着2着2着1着ですよね。勝てるか。さあ中山芝 2500m、 晴れてます。両馬場です。いけそうな気はしますよね。ジマ有馬記念、
鶴が飛んでいく、鶴かな、鳥が飛んでいきます。7枠9番スタートが鍵です。インスタートを切ってほしい。まずは5分のスタート切れたんじゃないかなと思います。さあそして下がっていきます。先行グループからまず見てまいりましょう。5番当選両団が行く構え、電話がになりましたね。外から行こうというところ、そしてその後ろから6番遠心フラッシュローズキーナミスターが最高ですか。8番ボルテーブル、もう一頭ビクトワールピザ、7番レッドデイビス、その後ろでやりましょうか。12番ヒルノダブル、それから4番フルザンローリー、そして1番人気のパパノカルコライス、うまくいっているのではないでしょうか。それからもう1頭後ろから3番手ですね。一方1番のオルフェーブルは前から6番手、結構戦乱にいるっていうか高位にいる感じですよね。本当にそのうち5番ブエナビスタは最高峰です。その後ろ、そして4番手にローズキングダム、遠心フラッシュはどこだ。3番手にいるんだ、結構前にいるな。それからレッドデイビス、中山ということで前輪を意識してるんでしょうか。それから4番フルザンローリー、注目は何といってもパタノカルコライス、どこかなこれ。 1000m 切りました。ルーラーシップ、一番後ろに2番ブエナビスタであります。前でありますが前、先頭行くアーネストリー、4分の3馬身リード、内から1頭当選両団遠心フラッシュ、1番ローズキングダム、そして5番手に3番ビクトワールピサであります。ボルテーブルが並んでいます。ゆっくり上がり始めたが届くのか。それこれは正規のレース、正規の一戦だ。先頭行く、さあこれでオルフェーブルも上がっていく。すごい勇気ではしてるんだが、オルフェーブル捕まえられるのかな。足色がいっぱいになっていっとくか。ツーザグローリーがいい、足色が3着までか。やっぱり中山は前にいないと辛いですね。馬が戻ってきました。いい仕上がりです。いい感じですね。何か用ですか。クエストを達成しました。イベント開催中です。イベント開催中です。はい、というわけで、今回ここまでとなります。残りの週もわずかとなってきました。次回はですね、まあ、3着ではありますが、WBC に一度挑戦して様子を見たいと思います。客室も変えないといけないかもしれないよな。はい、ではやはり追い込みっていうのは気になりますが、直線長いコースならチャンスあると思うんで、次走、挑みたいと思います。応援よろしくお願いいたします。チャンネル登録高評価も応援になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。